嫌な笑みを浮かべ、私たちを舐めるように見ながら、奴が信じられないことを言い放った。俺がこの島唯一の男になった。今から俺がこの島の王。お前たちは俺の所有物だ。これが真の生き地獄の始まりだった。私、ティルダ。東太平洋に浮かぶクリッパートン島で暮らすメキシコ人。ティルダ、補給船が来たわ。浜へ行きましょう。はい、アリシアさん。20世紀初頭、島にはメキシコやイギリスからの入植者が暮らしていた。直径 3-4km の円形の環礁からなる島は、メキシコ沖約 1000km にある絶海の孤島。だが、当時肥料として珍重されたグアノが多量に存在することが分かって以降、フランス、メキシコ、アメリカ、イギリスの4カ国が島の領有権を争っていた。1905年、メキシコ政府が打開策として入植地を作ることを決定。トイ、速やかに家族を連れ、現地へ出発するように。はい。懲罰も兼ね、脱走の前科を持つラモン・アルノー大尉が島の総督に選ばれた。こうして、1906年、アルノー大尉以下13人の兵士、その家族である私たちは、クリッパートン島へ入植。同じ年、島には灯台が建設され。大尉、よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。灯台守のビクトリアーノ・アルバレスが赴任した。同じ頃、イギリスからの入植者たちも到着し、居住者は100人ほどになるが、今回は小麦に干し肉、ワインもあるぞ。いつもありがとうございます。2ヶ月に一度、本国から補給船で運ばれてくる物資が私たちの生命線だった。島の生活は過酷だったが、アルノー大尉夫人のアリシアさんがみんなのまとめ役で、さあ、今日はみんなで腕によりをかけてごちそうにしましょう。はい。不自由ながらも、なんとか秩序が保たれていた。だがしばらくすると、グアノ市場が崩壊して、イギリス人たちは帰国。突然、補給船も来なくなる。船、まだかしら。どうしたんでしょう。その頃メキシコでは革命が激化し、反乱軍が船を破壊していたのだが、私たちは知る由もなかった。外界との接触を絶たれ、海鳥や魚、ココナッツなど、乏しい食料で自給自足の生活を続ける中、おーい、大丈夫か？すまない。1914年、付近でアメリカ船が難破し、アルノー大尉たちが救出に向かった。すると、船員たちから思いがけないニュースがもたらされる。メキシコは革命で大騒ぎだし、欧州でも戦争が起こりそうだ。誰もこんな島など気にしちゃいない。そんな。世界情勢は急激に変化していたのだ。間もなく船員たちを収容すべく救助船が来航し、私たちも帰還を進められるが。よければ君たちも乗っていかないか。いや、任務なので島に残ります。再び脱走の罪を問われることを恐れ、アルノー大尉は断った。船員たちは幾ばくかの物資や食料を残し、島を後にしたが、それもすぐ底をついた。はあ、今日もこれだけなの？仕方ねえよ。この時点での島民は、男14人、女6人、子供6人、再びギリギリの自給自足生活が始まった。だが、深刻な栄養失調とビタミン不足のため、解決病を発症する者も現れ。クリエ、帰りたかった。あなた、しっかりして！私たちはどんどん追い詰められ、一人、また一人と同胞の数は減っていった。誰もが島からの脱出を熱望していたある日、アルノー大尉が沖合に船を発見。船だ！救助を頼むぞ！急げ！ボートをこげ！大尉と生き残りの男たち4人が小さなボートで沖に漕ぎ出した。だが、男たちが乗ったボートは沖で激しい潮流に巻き込まれ転覆。いやー！嘘。私たち女子供はなすすべもなく最後を見つめるしかなかった。男たちの死を嘆く間もなく大きな嵐が島を襲う。みんなここは危ないわ、急いで逃げるわよ。はい。その時妊娠9ヶ月だったアリシアさんが非常にもみんなを自宅の地下室へ避難させた。だがその夜アリシアさんが突然産気づき、アリシアさん頑張って。元気な男の子ですよ。嵐の中、真っ暗な地下室で子供を出産した。嵐が過ぎ、外に出てみると、家々は壊れ、村は廃墟と化していた。そんな、これからどうしたら。いやー、大変な嵐でしたね。被害の大きさに呆然としていると、灯台守のアルバレスが近づいてきた。奴はこれまで灯台の中か近くの小屋で過ごし、村に近づくことはなかったが。そうそう、嵐の前に旦那様方が亡くなられたようで、お悔やみ申し上げます。うやうやしく一礼した後、奴はにやりと笑い豹変。ってことは、俺がこの島で唯一の男だよな。つまり俺はこの島の王だ。何バカなことおっと変な気を起こすなよ。奴はあらかじめ家々から武器を集め、自分用の拳銃一丁を残し、すべて処分していたのだ。私たち女子供は頼れる男も武器もなく、奴の言葉に従うしかなかった。今日からお前ら全員俺の所有物だ。まずはお前からだ。来い。獣と化した奴はニヤニヤ笑いながら最初の犠牲者を選んだ。その後奴は女を一人ずつ選び、飽きるまで小屋に滞在させた。よし、次はお前だ。待ってください。代わりに私を。俺に逆らうな。ある時、母親が娘をかばうと、奴は容赦なく二人に銃弾を浴びせた。許せない。みんなで何とかしましょう。このまま奴の好きにさせられないわ。私は訴えたが、みんな恐怖に支配され、同意する者はいなかった。そしてついに私の順番が巡ってきたのだ。次、お前が来い。それでも奴はアリシアさんだけは除外する分別はあったが、ある日とうとう。そうだな、夫人、明日小屋に来いよ。許せない、このけだもの。みんなの母親のような存在の彼女にまで手を出そうとしたのだ。奴が東大へ戻った後、私は計画を練った。このまま傍観なんてできない。この悪夢をこの手で終わらせてやる。明日の朝、私も一緒に行きます。私に任せてください、ティルダ。私は計画を話し、彼女を説得した。翌朝、二人で現れた私たちを見て、奴は激怒。アリシアさんに詰め寄る。おい、なんでこいつを連れてきた。それは今だ。奴の注意がアリシアさんに向いている隙に、私は灯台へ急いだ。灯台の入り口の戸を開け、中を見回すと、あったわ。以前、奴の呼ばれてきた時と同じ場所にハンマーが置かれていた。アリシアさん、無事でいて。私はハンマーを手に取り、二人のところに急いだ。小屋の前に戻ると、奴と揉み合い、必死に抵抗するアリシアさんが目に入る。この獣め、これでもくらえ。渾身の力を込めた一撃が頭部を直撃し、奴がうめき声を上げ倒れた。最後の力を振り絞り、反撃を試みる奴にとどめを食らわす。しぶとい奴め、これでどうだ、これでもか。やがて奴が動かなくなり、私はようやく攻撃の手を止めた。私はアリシアさんと村へ戻り、みんなに奴の最後を伝えた。私たちはもう自由よ。ああ、ティルダ、ありがとう。やっとこの地獄が終わったのね。みんなが喜びに沸く中、アリシアさんの息子が息せき切って走ってきた。みんな、沖に船が見えるよ。本当に行ってみましょう。みんなで浜に向かうと、確かに大きな船が。私たちはここよ。こっちよ、助けて。私たちは声を限りに叫んだ。しばらくすると船は私たちの存在に気づき、こうして私たちは1917年7月18日、付近を巡回中だった米海軍の砲艦に救助された。こうして女4人、子供7人の生存者は夢にまで見た祖国の土を踏むことができた。ようやく帰ってこれましたね。あなたの勇気のおかげよ。そうそう、あのけだものの遺体は回収する価値もないので、カニに食われるまま島に放置した。